やったカッパくんがゲットしました。あ、オープンなくなった。深山です。すごいガムシいっぱいもらった。これあぶねー。あ、何何何、深山カミキリ。深山カミキリ見せて見せて。おー、すごい、かっこいい。いいの、これ何食べんの。あ、痛い、噛まれてる。めっちゃ噛まれた。めっちゃ飲みに。あ、残りロスやったね、ちっちゃいけど。上からちょんちょんってやったら、すごい。あ、飛んだ。あ、なんか落ちたじゃん。落ちた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 。これサブってなったら、間違いないから。サブ、まあでも、カブってやったら間違いない。動くから。じっとしてた方が逆に聞こえる。なにこれ、落ちた。リコ。欲しい。リコ。欲しい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 。すごいね。うわ、めっちゃ綺麗。あなたもそうだし、甲虫って甲軸から外れて飛んできてるので、知らないうちに下に落ちてるのよ。だから必ずあの人って下見て、この辺にも落ちてるわけだから。サコには75ミリを踏んづけた人がいてるからね。75ミリ。俺がライトで最大級の飛んできたんやけど、それを踏み潰した人がいてるから。悲しい結果に。悲しい。そう。だからいないとここに落ちてる。75ミリ。あの下。これなんかついてる。なんかかかりついたろ。いた？下のシートをちょっと直してくれるから。いたらね。この壁についてたりとか下に落ちたりするから。お、捕まえろ。まあまあライトトラップではそこだけ、とりあえずライトだけちょっと注意して、で先に座れたら、あ、どっかやって。ティアマの手を。すごい。よかったな。あの全員に渡るかどうか分かれへんけど、とりあえずあのみんなで分けるからな。キープしてる山の。行くしかない。でかカミキリ。あ、でかいでかい。あ、痛い、噛まれてる。めっちゃ噛まれた。カミキリ。さっきまで山で飛んだ。すごいガムシいっぱいもらった。あ、なになになに？深山カミキリ。見して見して。おー、すごい。かっこいい。いいの？これ何食べんの？ありがとう。喧嘩せえへん？多分しえへん。でっけえ、深山カミキリ。え、取れた？うん、一緒に捕まえても。やったー！すごいやん。これやばいな。あげる。あ、またありがとう。何？聞こえると思う、カミキリ。わかんない。ガムシ食べへん？噛んでくるね。噛んでくる？大丈夫かな？うん、口がそう。あ。お、すごい。痛い。あ、大丈夫、いるいる。やばいやばい。噛まれたら痛いです。おっぱいはやらない。噛むんや。やばい。なになに、クワガタ？え、クワガタの道みたいな。あれは入れ物は？入れ物はあっちの。いや、なんか痛いって言ったとか。いや、噛まれた。大丈夫か？痛い。噛み切りめっちゃ。めっちゃ、こいつめっちゃ痛いよ。これやな、いっぱい来てるな。またねえな。ケラあげる。あ、なになにこれ。ケラ。あ、おケラ。おケラって。おケラ。
オケラも入れとこか。噛まへんかな。オケラ。こいつ噛まへん。あ、ギギ言ってる。なになになに。噛み切りご飯。噛み切りめっちゃ。そうそう、めっちゃ噛まれた。私も痛い。でも血出てきちゃった。オケラって、オケラだってのオケラやん。オケラやん。オケラやん。ケラケラ。おー、出て出て。そいつも噛まれて、弱い、やばい。出て出て。私もめっちゃ噛まれたよ。ユナが今日さ、油ゼミに2カ所、オケラは噛まれてた。油油ゼミに。めっちゃ手振ってんね。よせよせって言ってるかも。怒ってんね。最初はグーじゃんけん、はい、ここでしょ、はい、ここでしょ、1番に選んで、何匹おる、4、5、5、はい、しょ、はい、ここでしょ、勝った、勝った、すごいな、研修3番な、え、大きいやつ選べよ、次俺がじゃんけんする、選べよ、あれ、あそこ一番でかいって、おつも安い、ファスナー開けて選んだって宮山クワガタのこれこいつでかい、これ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 何を取ってもいい、これ順番やから、これ1番の人開けて取ってや、それがいいけど、やだ、どれどれ取った、開けて取ってやって、あ、怖い、自分で取る、怖い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 、自分の頑張れ、取れ、母ちゃんに渡しちゃえねえな、さすがにちょっとでかいか、でかい、やったー、カッパくんがゲットしました、なくなった、ミヤマです、ミヤマオス、めっちゃすげえかっこいい、めちゃくちゃかっこいい、裏返ってる、よいしょ、ミヤマ、かっこいい、の方の血液の方を切るから昆虫の体液を吸わない、ここに何が基本的に昆虫につく体液は昆虫の体液を吸うんじゃなくて昆虫が行く場所に連れて行ってもらうためって言ってるから、さっき取ったからもう折れへんと思うんだけど、これな、これがもう典型的な大爆音やんけど、折りたい、折るかどうか分かった、取っていい、折ったら取っていい、折ったらな、なんか折った、あ、なんか折ったらしい、メスは折った、お、やった、メスメス、やばし、ちょっと待ってな、落ちるかもしれない、あ、落ちた、危ない、取った、うん、ノコギリやと思う、これな、惜しい、見せて見せて、エキスも見に行きたいな、ノコギリ、オスとメス見に行きたいな、これ切って、生やして切って生やしてって言って燃料にするんだよな、炭とか、うーん、これ新芽、旧木から新芽生えてるやんか、色が違うでしょ、緑色でしょ、うーん、ここが成長するときにこの根元を要はバキバキ割りながら広がっていってんやんか、だから常にこっからじわ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 にじみ出てんねん、樹液が、だからノコギリクワガタっていうのはこういうとこにしてんねん、この上に乗っかってんねん、大概な、今もさっき取ってるから折れへんけど、こういうところの上に乗っかってんねんか、これ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 、あ、ほんまや、なんか要はこういうとこにつくねん、ちょっと待ってな、見えるかな、ここ、これほら、見える、アリがいっぱいたかって樹液出てるやろ、うん、でこれがこういう上にもいっぱいシュワ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 出てるのよ、だからこういう緑の枝、うん、ここもアリいっぱいたかってるやん、これ、うん、要はこれはこいつらがここの樹液吸ってんねん、これほら、これを吸いに行くんねん、ノコギリクワガタって、だから樹液場で探すんじゃなくて
この切り株みたいのを探すね。で新芽が出てるとこを探すのよ。一番危ない。これが一番早いから。ノコギリ探すのこれ。見えんだけどここわかるかな。あそこだけ色が変わってかさぶたみたいになってるのわかる？これここに選んでわかる？あれかさぶたになってるところかさぶたもあのなんていう樹液が じわじわ出てるから、ああいうところにもつくねや。かさぶた樹液。枝を見ていってああやってふっとなんか色が変わってるとかあったらあそこの周りを探したらいいわ。ちょっと出して。何？テラスと落ちると思うからちょっと待ってや。さっきの下に網を置くからな。行くで。あれ、ほら。わかる？ここ。ついてる。ここついてる。わかる？何何何？牛。何これ？何？これ多分ノコギリのメスかな。他ついてないから。落としたり？うん。あ、ノコギリ落ちてやったな。ちっちゃいけど。上からちょんちょんってやったら落ちるわ。コツコツってやってみて。欲しい。おーすごい。見して見して。ちょっとこの網ありますよ。譲ってあげて。かっこいいね。おる？欲しい。かわいい。こんだけ落としてたらもう落ちる可能性がないよね。落ちたら落ちた瞬間にアビ下に置いたら。どこ何が歩いてんの？どこどこ？何がおる？どこ？のこぎりかな。欲しい。どこぎり？ちょっと上の方すぎんじゃん。反応した落ちる。風吹いたから無理やわ。あの風吹いたら絶対無理。ああ風吹いたらしがみつくんや。しがみつくから。どこどこ？すぐにやめてまいよ。もうだいぶ上がったな。あおるかまだおるな。え上に上がったんや。うんだいぶ上がった。ほら、早く落ちておいで。落ちておいで。めっちゃ伸びてる。落ちめっちゃ伸びてる。これすごい。ここのな、この枝の今上におんねん。ここの根元の上、黒く少しだけあんねんけど、わかる？ここ。全く見えん。ここに上がってって。もう多分裏側、裏側を回ったと思うから、もう見えへん。ちょっと待って。裏側行っちゃったか。ちょっと待ってな。こっち側から見えるから、さっきこっち側から、ここだけ見えるって。うつぅ。そこに落ちてくるんじゃない？あ、なんか落ちたな。ちょっと見よった。探せー。大変やな。踏みなよ。探せ、探せ。落ちたかも知らんで。もっと奥らへんに木の枝しか見つけない。竹が多い。この竹持って帰りたい。ほらほらほら。玉やつで。ああるや。光るやつや。えそれってブラックライトな？うん、他のライトあるや。光るやつ見してもらい。めっちゃめっちゃあれやで。順番に。順番に順番に、うん、すごい感動するでこれ。うわ、違うな。どうぞ。ここまで中まで入ってる。なんか色前とちゃうくない？そんなことないか。ライトの種類によってライトの種類によってちょっと違うよね。綺麗やろ。玉安出てこんなんやね。玉安で見つけた時用に俺はみんなブラックライト持ってる。こんなんだよってみんな持ってんねん。俺もそうやし、な、この前お兄ちゃんそう、お兄ちゃん持ってた、お兄ちゃん。山でちゃんと子供の相手にするときは持っとかなあかんの、これ。必須アイテムやから。オッケー。いや、これ何回見ても感動する。かわいい。わわわわわわわ。全部サナギやから、ジョウアリ。すごいやん。ジョウアリおる？ジョウアリは、この白いのが全部卵やったらジョウアリやけど。ジョウアリおるけど。白いの全部サナギやからジョウアリおる。すごい、よう見つけたね。おりおり。この向こう、あれ光ってるの分かる？今。あ、飛んだ。あ、なんか落ちたんじゃん。落ちた。その辺落ちた。落ちた落ちた。サブってなったで。間違いないかぶって。重たそうな音したで。鈍い音がした。あ、ここにおる。はい。髪切りや、これは髪切り。あ、髪切り。髪切りが一緒に落ちてきた。こちら辺落ちたぞ。探せ。動いてるはず。今でも、かぶとやったら間違いなく動くから。
じっとしてた方が逆に聞こえる。なにこれ、おっさん、ほんまやほんまや、かぶってる。あ、見つけた見つけた、捕まえる、捕まえる、欲しい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 欲しじゃんけん、じゃんけんしたら今いいよいいよ、あげたー、もっと下の方行ったな、ごぼっと思いっきり掘ったのよ、かぶと、いや、ねぶと、ねぶと、ねぶとクワガタ、え、どれねぶとぽかってんけど、うん、そこおるじゃん、ねぶとねぶとねぶと待っといて、もうだいぶ潜ったかもしれないな、そんなすぐ潜れるもん、ね、いや、すぐ潜る、もう泥の中やから、おるんやったらそこに、で筋食わもこういうとこなんだよ、もうちょっと全体的に探してね、こっちの方までずっと、そういうの得意やで、うわー、なんか、なんやこれ、木刀がの幼虫、木刀がの幼虫か、いやー、なんかさっきもこれやったかもしれない、これが樹液出すね、これ2匹おるんじゃん、うん、2匹おる、こいつらがあの穴掘って樹液出して、でそこに来るダニとかを食べんねん、だハニートラップをしてるね、ちょっとそこどこしてるか、でこういうとこがおる周りに、あの大概おんねん、ねぶとが、ねぶと探すときはこういうとこな、だからこういうスプーンみたいな元があんねん、でそこ掘んねん、なら絶対ゆっくり掘ったらミシュって動くから、もうそれでわかるから、おるかおれへんか、今さっきちょっとだけお尻っぽいのが見えてんけど、ひょっとしたらこの木刀がの幼虫やったんかもしれない、木刀がの頭ありそう、うん、なんかピュッ、何、アライグマ、あの中におるかどうか、なんか声したね、ほらほら、食べるか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 え、これが黄色原生、そう、え、どこあり、ない、黄色はないの、ないない、今のところあの、ないだからもうあとは来ない、あ、もう来ないや、うん、来ない、もうピークは過ぎた、わかんねえよ、これジャンケンで買ったもんね、かっこいい、これはかっこいいぞ、よいしょ、メス潜っちゃったね、メス1匹、メス2匹、じゃあ全部取れた、ノコギリいいよ、メスもう1匹、もう1匹、あ、これココアか、ココアも入れとくか、あ、いや、じゃあこれ、これもノコギリやったと思う、え、ココアって言っとったよ、ママが、いや、じゃあちいさんがノコギリのメスやって、だってなんかちょっとひだひだ、これ何みたいな、いいね、オスかっこいいよ、これThank you.
Thank you.